皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回もですね、前回に引き続きシュナタンなら何を着るやっていきたいと思います。また後半の10体のコーデを紹介していくんですけれども、今回もいろいろなテーマをいただいたので、多分見ていても楽しいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。まず一つ目が、長時間飛行機に乗るときということでした。そんな時に私が着たいのはこんな感じでございます。もう本当に旅行に行きたくなりました。このテーマを聞いた時に、最近ずっと飛行機乗ってないのでちょっと乗りたくなりましたが、やっぱり飛行機っていうのでゆるっとしたリラックスしたスタイルがいいと思ったので、セットアップ風に上はスウェットベストで、下はスウェットのショートパンツでっていう感じで合わせております。足元もアグのサンダルにして、結構リラックスモードな感じなんですけど、もちろんこれだけでもねすごく可愛いんですけど、ちょっとゆるっとしすぎちゃうかなと思ったので、今回ジャケットを羽織りました。スウェットにジャケットっていうスタイルがすごいジャンルの遠いところのアイテムではあるんですけど、なんかねマッチするんですよ。合わせた時にすごい可愛くて、ジャケットってもうほんと羽織るだけで一気にカッチリ感が出ると思うんですけど、でも中はスウェットっていうので、機内入ったら別にジャケット脱いじゃえばすごい楽だし、ちょっと飛行機で肌寒いなっていう時とかはジャケットをかけたりとかして温度調節もできるかなと思います。あと私は基本的に帽子をやっぱかぶっていきますね。飛行機に乗るときは髪の毛とかセットしても多分崩れちゃうと思うし、飛行機乗るときは割と防止率は高いかなと思います。では続きまして、メンズライクも見たいですっていうことだったので、私のメンズライクコーデこんな感じで組んでみました。どうですかね、結構まあメンズっぽいんじゃないかなと思うんですけど、全体的にオーバーサイズなシルエットになってると思うんですが、さらっと着れるようなこのオープンカラーのシャツと、あとはスラックスで定番な合わせにしてみました。あとはキャップもかぶってボーイズ感もより強めてみたんですけど、今回足元はねローファーを合わせております。ちなみにこれもねプラダのメンズのデザインのローファーなんですけど、今回結構ゆるっとした感じのコーデだったので、カジュアルに振り切ってスニーカーとかサンダルとかでもいいなと思ったんですけど、今回はちょっとカッチリした感じも加えようと思ってローファーを選びました。色合いも全体的に暗めな感じでハンサムな感じの印象になったんじゃないかなと思います。では続きまして、これから秋だ、ロングブーツが履きたいっていう願望をいただきましたね。これはでも私もそうだそうだって思ったので、今回コーディネート組んでみました。私のロングブーツコーデこんな感じでございます。この前インスタでもちょっと言ったんですけど、ウエスタンブーツが可愛すぎて、もうねいろんなウエスタンブーツを集めたい人が今すごいんですよ。やっぱこのブーツを履くだけで一気に秋っぽさが増しますね。今回はベストジャケットとショートパンツのセットアップに中を白シャツにして、全体的にかっこいい感じのコーディネートを組んでみました。いつも私秋ぐらいになると、半袖の T シャツとかキャミソールとかに長袖のジャケットっていうスタイルが多いんですけど、今回は中を長袖にしてジャケットをベストにしてみました。最近結構こういうベストのジャケットも流行っていて、やっぱこのベストのセットアップすごい可愛くて、ほんとここ数年ずっとテーラードジャケットが流行ってると思うので、なんかそのスタイルにちょっと飽きたなとか、なんかもう着尽くした感あるなっていう方はこういうベストジャケットがおすすめです。今回ブラウンのブーツを履いてるので、それに合わせたブラウンのバッグで統一感だったりとか、秋っていうのでブラウンカラーがねより可愛くなってくる時期だと思うので、今回はこちらをチョイスしました。では続きまして、リバーデールのシェリルコーデっていうテーマをいただきました。リバーデールっていうね、あのネットフリックスのドラマがあって、私も前にネットフリックスのおすすめで紹介した時にも話したと思うんですけど、その中に出てくるシェリルっていう子がいるんですけどね、その子がめちゃくちゃ可愛いんですよね。ちょっとこう自我が強いような感じのキャラクターで、とてもこう自信に満ち溢れた感じの女の子なんですけど、その子の雰囲気でコーディネートを組んでみたんですが、私のシェリル風コーデこんな感じでございます。どうですか、雰囲気出てますかね。まあ、やっぱシェリルっていうととにかく赤色っていうイメージが強かったんですが、私赤色普段着ないのであんまり洋服持ってなかったんですけど、かろうじてねこの赤のオフショルがあってこれいいじゃんと思ってこれを選んで、であと赤×黒で特にレザーっていう印象がすごくあったんですね。なので今回はレザーのジャケットだったりとか、レザーっぽい素材のパンツでレザーのブーツっていうので、結構もうハードな感じのコーディネートになったかなと思います。であとリップもね、やっぱ赤リップが印象的だったので赤リップにしたりとかして、もう一つ私の中のイメージですごく強かったのがチョーカーなんですよ。チョーカーをしてるイメージがすごく強くて、昔一回流行ったじゃないですかチョーカーって。その時にもね私持ってたんですけど、それがね見当たらなくって、うわーないのかーと思ってたんですけど、黒いリボンならできそうかなと思って、今回のね巾着の紐を使用しましたそのまま後ろでこうリボンで縛っているんですけど、これでもねもう十分チョーカーっぽくなったので、皆さんもなんか機会があればやってみてください。結構自分の中では再現できた方かなっていう風に思っております。
では続きまして、スポーツ観戦というテーマをいただきました。私がスポーツ観戦で着ていきたいコーデ、こんな感じでございます。まあすごくシンプルなコーデではあるんですが、やっぱスポーツ観戦なのでスポーティーというか、まあカジュアルな感じにしたいなと思って、今回ダメージデニムと T シャツとスニーカーを合わせてるんですけど、私のイメージ的にはこの T シャツのところを、何のスポーツかわかんないですけど、応援したいチームの T シャツとかがあればいいなと思って、 T シャツはね現地で調達するっていうのを考えた時に、それに合わせたボトムス何がいいかなって考えた時にデニムだと思って、今回このダメージデニムを履いてみました。でまあそれに足元はスニーカーで、よりスポーツ感が出るんじゃないかなと思います。というわけで私のスポーツ観戦コーデこんな感じでございます。では続きまして、自転車に乗るならっていうテーマをいただきました。これは普段私は考えないテーマなので、すごく面白いなと思って今回選んでみたんですけど、私の自転車コーデこんな感じにしてみました。まあ、自転車っていうことで動きやすさが一番かなと思って、パンツはレギンス、ピタッと足にフィットして伸縮性があって動きやすいものなんですけど、このレギンスを合わせて、であとはやっぱスニーカーでちょっと漕ぎやすさも重視してみました。自転車ってやっぱずっと漕いでると暑くなるし、でもちょっと夜とか涼しい時期だと風を受けるのでちょっと寒くなるかなと思って、今回はね極端なんですけど、中はタンクトップのトップスで、で上はジャケットを着てるんですけど、このジャケットもね別にそこまで分厚くないので、さらっと着れるようなジャケットなんですけど、これをね合わせてみました。であとまあバッグは体に身につけれるもの、手で持つとかじゃなくって、まあカゴあるかもしれないんですけど、なんかもうボディバッグとかにして身につけるやつがいいなと思って、今回はこれにしております。あとメガネなんですけど、クリアなメガネなので、する意味あるって思うかもしれないんですが、ちゃんとあるんですよ。私ね中学生高校生チャリ通だったんですね。もう本当になんでこんなにっていうぐらい、私目とか口とかに虫が入ってくるタイプだったんですよ。3日に1回ぐらいはどっかのタイミングで来てたと思うんですけど、それが本当に嫌いで、パーンってスイ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 って漕いでる時に急にこうパッてなんか入ってくる感じ、あれがめちゃくちゃ嫌いなので、だったらメガネしてやろうと思って今回メガネを合わせてみました。はい、ということで私の自転車コーデこんな感じでございます。では続きまして、ガーリーすぎずクールすぎないコーデということでした。私が組んだコーデこんな感じでございます。ガーリーすぎずクールすぎないってことは、ガーリーのアイテムとクールのアイテムをミックスさせればいいんじゃないかなと思って、今回ミックスコーデみたいな感じにしてみたんですけど、クール要素としてはこの全体的な色味がやっぱりこう落ち着いたカラーなので、そこまでこう可愛らしすぎないかなっていうのも思ったし、ブーツもウエスタンブーツって結構クールなアイテムなのかなと思って、着るだけでこうかっこいい感じのオーラが出ると思うので、足元はウエスタンブーツにしております。でじゃあガーリーな部分はっていうと、やっぱこのスカートがそこまで女の子女の子って感じではないんですけど、女性らしい雰囲気が出ると思うので、今回はスカートを合わせています。私普段クールなコーデが多いので、もしかしたらガーリーコーデが好きな方からすると、いやどこがガーリーなんていう感じかもしれないんですけど、私的にはこのスカートを履くことでだいぶガーリーな印象になるんじゃないかなと思って、今回はこちらのコーデを組んでみました。では続きまして、車じゃなく夕方のバイクデートっていうテーマをいただきました。ドライブデートって言ってやっぱ車のイメージがあったんですけど、バイクデートもあるんだと思って、私もちょっとこれいいなと思って選んだんですけど、バイクデートで着たいコーデこんな感じでございます。今回ですね、ちょっと昔っぽい感じの、昔のバイク乗ってる人たちをイメージしながらコーデ組んでみました。やっぱバイクっていうとレザージャケットだったりとか、こういうブーツ、マーチンとか、そういうアイテムのイメージが強かったので、今回はそれをベースにコーデ組んでみたんですけど、ちょうどこの前タイムリーでお父さんと話してて、お父さんがその若い時もマーチンをめちゃくちゃ流行ったらしくって、マーチンにこのスキニーをちょっとロールアップして履くスタイルがすごい定番だったらしいんですよ。そのコーデ可愛いなと思って、そういった感じで合わせてみたんですけど、デートって言ってますけど、バイクに乗るんだったらやっぱこういうかっこいい感じで着たいなと思って、そこまで女の子要素は入ってないんですが、かろうじて一つポイントとしてあるのはマーチンの色、チェリーレッドを選んだんですけど、そこもなんかペアルックとかで、私はチェリーレッド、彼がブラックみたいな感じで合わせたりとかしても可愛いんじゃないかなと思いながらコーデを組んでみました。全体的にこうヘルシーな感じのかっこいい感じのコーディネートに仕上がって、私はやっぱこういうコーデが好きなので、このコーデめちゃくちゃ気に入りました。はい、では続きまして、ヨーロッパ世界遺産巡りっていうテーマをいただきました。そんな時に私が着たいのはこんな感じでございます。ヨーロッパって落ち着いた感じっていうか、街並みもちょっとブラウントーンな感じだったりとか、すごくおしゃれな街のイメージがあって、
今回私こんなコーデにしてみたんですけど、なんかこうフランスとかでフランスパンとか持ってそうじゃないですか。わかんないけど、このワンピースもう女性らしくって上品な感じがあると思うし、海外って結構気候とかがよくわかんないのでブラウンのジャケットを羽織っております。ワンピースもチェック柄でジャケットもチェック柄なんですけど、ジャケットのチェック柄がそこまで主張の強くないチェックなので、意外とこう柄と柄で合わせてもそんなにしつこくないかなと思って、今回はこの合わせをしてみました。あとはなんかスカーフとかも使って女性らしさを出したりとか、ヘアスタイルも緩めな感じのハーフアップにしてるんですけど、このヘアクリップもパールだったりとか、ネックレスにもパールのものを使っていて上品な雰囲気を出してみました。であと小物なんですけど、小物はブラックでコーディネートを締めてみたんですが、どちらともプラダのものを使っていて、でプラダってミラノ、イタリアのブランドなので、ヨーロッパにはぴったりかなと思って今回はプラダのアイテムを合わせてみました。いつもとね結構違った感じの雰囲気のコーデなんですけど、このコーデもすごい私は可愛くて気に入っております。では続いててラストになります。ラストが古着ミックスコーデっていうテーマをいただきました。私の古着ミックスコーデこんな感じでございます。今回のこのコーディネートの古着は T シャツなんですけど、前にも YouTube で紹介したと思うんですが、高円寺の古着屋さんで購入した T シャツで、結構ヴィンテージ感があってとっても気に入ってる T シャツなんですけど、この T シャツを1枚で着たいなと思ったんですけど、もう少し大きかったら1枚でも着れたんですが、ちょっとね小さかったので中にワンピースを仕込みました。ちょっと見えないんですけど、ズブラ柄のワンピースになってて、裾のところもちょっと長さを出していたりとか、腕からもゼブラ見えても可愛いなと思ったので、 T シャツをねロールアップしてズブラ柄をあえて見せてみました。意外と合わせてみるとこの合わせもすごく可愛かったので、こういうのもありかなと思います。ゼブラだしヴィンテージの T シャツもちょっとファンキーな感じというか、ファンキーな感じがあったので、ちょっと癖のあるようなサングラスをしていたりとか、あとはヘアクリップとか使って髪の毛をアレンジしたりとか、小物はブラックで合わせていて、こういったブーツもヴィンテージの T シャツとかすごく相性のいいアイテムなので、今回はまあこのブーツを選んでおります。ちなみにこのバッグもねヴィンテージのものなんですけど、このコーデ私結構気に入ってて、全体的にバランスの取れたいい感じのコーデができたんじゃないかなと思います。はい、ということで以上後半10体でございました。いかがでしたでしょうか。いや今回も盛りだくさんだったんですけど、みんなどのコーデが好きでしたかね。それぞれ割とジャンルの違うコーデが組めたんじゃないかなと思うんですが、改めまして本当にたくさんのテーマをいただきましてありがとうございました。リクエストくれた方もありがとうございます。久しぶりにやってみてもやっぱりすごく楽しい企画なので、シーズンごとか半年に1回ぐらいまたやれたらいいかなというふうに思っております。まあ、なのでぜひその時はまたテーマをねたくさんいただけると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。